次開幕した wbc 遠田での活躍が期待される大谷翔平ですが、久々にテレビでその姿を見たファンからはあれ、大谷翔平ってこんなにマッチョだったっけ？の声もということで、メジャーに挑戦した。2018年シーズンからの大谷翔平の肉体の変遷を球団公式ポートレートや試合写真、ナンバームンバーウェブ掲載の本人のコメントから振り返ります。証言1え自炊ですか？ 卵料理作ってます。ご飯炊いてオムレツとかめんどくさい時は目玉焼きで笑い。ナンバー95052018年4月12日発売。あれだけのたくましい肉体を作り上げる大事な要素は筋力トレーニングだけではない。2018年にエンゼルスでの挑戦を始めた大谷翔平は打者として22本塁打を放ち、投手として四勝を挙げた。シーズン中に行ったインタビューでは食事に関する貴重な証言が 慣れないアメリカでの一人暮らしの日々の中でも、細かな食事内容まで気を遣っていたことがうかがえる。現在よりも細いメジャー1年目の写真。日本ハム時代もパワーヒッターの片りを見せていた大谷翔平だが、エンゼルス入団初年度、毎年シーズン開始前に設けられるフォトデイで撮影された写真を見ると、現在よりも全体的に細い印象を受ける。 3月6日の侍ジャパン走行試合、阪神戦では、膝つき片手団やバットを折りながらのホームランも話題になるなど、そのタワーを遺憾なく発揮している大谷翔平だが、二刀流選手として噂になり始めた花巻東時代や、日本ハムのルーキーインヤーなどを思い返せば、最初から現在のような肉体だったわけではない。 チームメイトのアルバート・プホルス、現カージナルスやマイク・トラウトなど、メジャーでも随一の代打者たちと練習を共にし、人知れぬ食事へのこだわりを持ち続けたことで、大気は成長していったのかもしれない。大谷翔平、マッチョではないです、笑い。証言にマッチョではないです、笑い。ナン、no. 一ゼ1 0 0 2 5 2 0 2 0年5月7日発売。 ユニフォームではなく練習着になると、たくましい二の腕や上半身があらわになる大谷翔平だが、実は線で追ってみると、その肉体には微調整がなされている。コロナ禍の2020年、ナンバーがリモートで行ったインタビューでは、フィジカルへの思いを鮮明に語っている。例年よりも長くなったオフの期間を利用して、増量減量のサイクルを繰り返すメニューをじっくりとこなしていた。どんどんムキムキに。大谷翔平が最も大事にしていたのは、 証言3。まあ、寝ているだけですけどね。笑い。それこそ、寝ていいと言われたらいくらでも寝られますから。ナンバーは103552021年9月9日発売。日本人初の満票 MVP に日本中が湧いた2021年シーズンの開幕前。キャンプを取材した記者は、すでに驚きの肉体変化を感じ取っていた。昨季より胸板は数倍厚みを増し、上腕はムキムキ。中力下半身も叱り。 腰回り、太もも、ふくらはぎ、いずれもが、昨季より断然に大きく太い。ムンバーウェブ2021年7月25日、配信記事より、オフのトレーニングで、過去にも増して、強靭な肉体を手にした大谷翔平。そんな彼が、投打でシーズンを完走するために、何より大切にしていたと語ったのが、睡眠だった。 ナイターデー、ナイトゲームの翌日が、デーゲームなら、6、7時間寝られればいい方かなという感じですけど、ナイターナイターだったら、10時間から12時間くらいは寝ています。現在、メジャーリーグでは、試合時間の短縮化が図られている。とはいえ、3時間ほどかかる試合を終えてから、10から12時間ほど睡眠をとっているという事実は、ベースボールに全てを打ち込んでいるという少佐でもあろう。打っては、46本塁打を放ち、投げては9勝。 MVP を獲得するほどの躍動を支えていたのは、進化を止めないフィジカルと急速の絶妙なバランスだったようだ。大谷翔平本人も一番いいと語った、凄すぎる筋肉。証言4。この5年。いや、ファイターズでの5年間も含めて、フィジカルのレベルは一番いいなと思います。ナンバーは1048号2022年3月31日発売。 昨シーズン開幕前のインタビューでは、肉体のコンディションを自信に満ちた言葉で、こう表現した大谷翔平。メジャー1、2年目と比較すると、2022年、23年の肉体が、いかに強化されてきたかがわかる。今年2月のフォトデーで撮影された写真では、一番利という本人の言葉にも頷くしかない、大迫力の上半身を見ることができる。しかし、当の大谷翔平は、体重の増量に関して、冷静にこうも語っている。 その人次第でどこに重きを置くかは変わりますけど、僕の場合は重さを求めることはありません。中略今は体重は225パウンド、102キログラムですけど、そのままの体重で上げられる重量が増えれば、許容量が大きくなったことになる。そうやって年々体は強くなっているので、あとはそれをいかにプレーにつなげていくかですね。常に事故を客観的に分析し、それをもとにより良いプレーを生み出していく。 それは、筋力トレーニング、睡眠、食事。すべての生活の面で、大谷翔平を支える、最も重要な柱となっている。日々の食事では、お米の量も、野菜の量も一緒。メニューは変えない。ストイックな大谷翔平の鉄人ぶりが、わかる言葉を最後に紹介する。証言、5。僕、味は2の次ですから、笑い。ナンバーは1048号2022年3月31日発売。 常人には真似できない徹底ぶりで事故を立する大谷翔平が WBC の舞台で躍動する姿をファンは期待している。この頃からマッチョだと騒がれていた大谷翔平だが本人として見ればまだ道半ばだった模様。野球選手として必要なフィジカル面について問われるとこう語っていた。 筋力やボディバランスは最低限、整ってきたかなと思いますけど、野球選手としてはアジャストしながら、もうちょっといけるかなと思ったら、大きくしてもいいと思いますし、微調整は必要だと思います。結局、この2020年シーズンは60試合制とそもそもの試合数が少なく、出場46試合、7本塁打にとどまったが、この期間のトレーニングが、翌年以降の大爆発の基礎になったのだろう。 大谷翔平は日本野球の進化の集大成。AP 通信が世界に発信。日本社会の解毒剤。フィーバーぶりを紹介。 AP 通信は9日、日本時間10日、ワールドベースボールクラシック WBC を東京で取材しているステファン・ウェード記者が大谷翔平選手、MLB エンゼルスの存在が日本社会にもたらす影響力について報じた。ウェード記者は取材を続ける中で、大谷翔平の活躍が昨今の日本社会の閉塞感によって多くの日本人が抱える不安を解消する解毒罪になっていると分析。 日本での大谷翔平選手の活躍を待ち望む声が話題を呼び、東京ドームでのチケット完売を後押ししていると報じた。また、ウェード記者は大谷翔平について、才能がある上に、性格も評判もすごく良い。スキャンダルもない。多額の広告契約もある。そして、今シーズン終了後にフリーエージェントになれば、球界史上最高額の契約をするかもしれないと絶賛。 1872年に日本に野球が伝来して以来の日本の野球の進化の集大成であるとし、一郎や野茂秀夫といった先達を凌駕する存在だと報じた。大谷翔平は9日の WBC 初戦中国戦で4回に2点2塁打を放ち、投げては4回を1安打5奪三振の高騰。 同記者はこのパフォーマンスにも触れながら、大谷翔平は投打に活躍し、東京ドームに集まった41,616人を失望させることはなかったと締めくくった。